どうも、宮迫です。というわけで参りましょう。チャンス大城で遊ぼう。イエーイ。遊びたかった。遊びたかったです。この前ね、政治のチャンネルの方で、うん、みんな涙を流すという、はいはい、企画をやってね、結構押してしまいましたけど。はい、すみません。はい、すみませんでした。泣くまで終われないってやつだったんで、うん、一応ちゃんとみんな泣いたので、そちらの方もご覧くださいということで。はい、さあ、この場所なんですけども、はい、ヒカキンさんのとこのウンさん の、うん、あの場所を使わせていただいてるんですけども、はい、吉本さんと業務提携されてる場所なので、はい、ドキドキはしていますうっすらドキドキはしています、うん、まあまあでも、このウームとかってやっぱその、はいはい、広告料とかで儲かってる会社ですから、ほうほうほう、あなたの騒動で相当儲けだと思いますよ。 YouTube だいぶ回りましたからね。そうですか、うん、じゃあ使っていいんですね。使っていいですよ。芸歴何年ですか。いや、じゃあ34年ぐらいです。4年。ビーズと同期やもんな。ビーズと一緒。ビーズと同期。はい。ねえ、でも。1個下ミスチルで。1個下ミスチル。はい。後輩ミスチル。はい。だから、そんだけ長いことやってるけど、ようやく。あ、そうです。はい。ねえ、あの地下からこう地上に。はい。ちょこちょこ出だして、ただ、なかなかまだまだね。そうですね。テレビ出るまで、オリンピック8回見ました。すごい。牡蠣だけですよすごいね、牡蠣だけでですよ。こち亀に出てくる日暮さんみたいな そうなんです。オリンピックの時だけ起きてくる、できるやっと、はいはい、だからそんなね、チャンスさんのことまだまだね知られていない方もいらっしゃいますから、はい、今日はチャンスさんでいろいろ遊んで、ね、いいですか。そんなもう人となりをメインですから今日よろしくお願いします。絡みは今までテレビとかではないない、あったっけ。いや、ないし、僕もアメトークも出たことなかったし、はい、あ、そうや、俺はなんか出た時はおらんかったもんな。いなかったです。チャンスをしろけに時はおらんかったよ。宮迫さんいなもちろんチャンスのことは知ってたよ、はい、知ってたけど、はい、認識はあったけど、はい、仕事はないです。あ、そうなんですか。プライベートもないよな。はい、大丈夫。一方的に劇場では見てたんですけど、はいはい、二丁目劇場で、はいはい、またね、お会いする機会もなかったですけども、はい、そんなチャンスさんはちょっと今日はね、はい、より深く知っていこうということで、はいはい、どういう存在なのかということをね、はい、紹介していきたいと、はい、なので実際ネタとかはどういうネタやってらっしゃったんですか。あ、いや、ほとんどテレビに出れないようなネタばっかりですね。そうですよね。僕一番好きなのは、はいはい、キャン玉袋が伸びるやつが一番好き。あ、そう、今日持ってきてたよかった、キャン玉袋を、うん、伸ばしながら歌うグレーのテルさんとか、はい、ここがこうマックの今日ちょっと今日でもそれがご本人からやってくれてたわけでな。はい、テル君が、うん、はい、メッセージいただきまして、僕直接じゃないですけど実際にグレーのライブで、はい、テル君がこう実際やったらめっちゃウケるやろお前俺多分呼ばれると思う。呼ばれますかね、なんかあれ、うん、はい、だからほんまもんと一緒かって金玉もんた、はいはい、ちゃうかとこうやってこうパンストに玉入れて、もうどれくらい歩いてきたのかどんどん引っ張ってる忙しい毎日の怯えた、ボボボボンボンってこう伸びたところでウッドベースになるっていうところでドーってくるんですけどちょっとね、ちょっとなんか悔しい、ちょっと持ってきてよかった。いや、でもあれはね、本当にね、銀座のクラブでも大爆笑、大爆笑、ピアノ弾いてるピアニストが、うん、こうなったことね、はいはい、なぜそんな爆笑が起こってるのって。そうこれ最終形はやっぱほんまにグレーのライブで、はい、歌うな、あれ、そうそうそう、ボンボンそう、グレーメンバーみんなノリがいいですからほんまに可能性あると思うよ。今日木をチェーンソーで切って仏像を作る人のワン持ってきてるんですよ。あ、それちょっといい、一応最初に一発ギャグみたいなこと披露してもらおうと思ってたんで、ちょうどチェーンソーでな、チェーンソーで、あ、はい、おおおお、木を、うん、あ、チェーンソーおるわな、おるおるおる、木をチェーンソーで切って仏像を作る人、はいはい、テレビ選手権で見たことある、はいはい、うん、いいっすか、うん、やって、うん笑)
これだけなんですよ。むずいわ。ちょっとあの自分で作っといて。自分で作って。のこうなんか感動して自分で作った神を神を仏を仏様を自分でこう今日は僕好きなネタがはい円屋さんのやつのあセミを捕まえて食べる円屋、はいうん、チャンスさん、それはセミを食べる人と円屋やなあ、一緒なんで一つにするあ、そうですねなんか円屋がセミ食べたらおもろいな思ってもう食べへんもんなぜ食べないんですよおそらくやけどはいはい知らせやもんかにまああの、はい、面白いわあ、ありがとうございますこういう風にはい非常に器用な方なんです。すごいですね。不器用に見えて。だからその携帯模写もやりつつ、そう。それをギャグに紹介しているという、はいはい。それがメインやもんね。そう。はい、あと天才的な、はいはいはい、ギタリストなんです。あ、ギターもできる。ギターも、うん、もう持った時に弾けたって。うん、え？はいはいはい、どういうことどういうことだギターの難しいやんかなんか弦を弦とかあるやんでも音が取れるので、はいうんはい、持った時にこうコードが教えてもらってないのに大体弾けた弾けた、はいはい、天才やん地味編と同じなんですそうですあの本当になんかこう、うん、なんか生まれ変わりなんでしょうねあもともとギターをやってた方のはい地味編かなんかその辺のそうこういう、うん、でも お姉さんもピアニストなのはいあそうなんや。もともと絶対音感的なものは持ってるんだ、はいはい、運動は何されてたんですか運動家ですね、はい、高校の時にサッカー部、はい、あ、一緒、僕も一緒ですあ、そうです、はい、で、全国出ましたえそうなんそうですよ、全国出てあるんです、はいはい、すごいやんかはい、定時制高校なんですけど定時制高校で定時制高校はい、7人しかいなくて夜間のいや、たらんやんそれで夜9時から練習なんです、授業終わってほんでちょっとあの立ってるだけでいいからって全国大会予選ほんで右サイドバックで7人しかおらんのはい、ほんで足らんやんかいや、で8、9、4人入れたんですかね4人入れたと頼む、試合、予選出たいんで立っといてくれってもう立ってるだけでいいからって定時制の全国大会はいほうほうで僕もなんかようわからんけど立ってたら、うん、あの2回勝ったらあの全国大会や言われて2回2勝してなんか6万ぐらい取られてなんか旅費とかいろいろなんかもう腹立ってきてねなんで6万取られなあかんねん立ってくだけ言われてなんで立ってるだけ6万取られバス代もかかるしなバスやなこのセンターフォワード58歳で5 ポイエさんっていうセンター出すなよ58歳でツッコめこれおしろまどれさキングカズよりすごい、はい、すごい鉄工場で働いてて最高齢ちゃうだこれ、そんな、はい、全国大会に出た、はい、大城さんにリフティングチャレンジしてもらいたいと思いますわかりました久しぶりですねじゃあちょっとボール、はいはいはい、さあそれでは、はい、いきますよ、はいチャンス大城さんのリフティングチャレンジですよーい、はい、スタートすごい帰るぞ言われてで全国大会はどこまで行った1回戦ね負けたんですけどもうほんまねぶっ込みのタグのね、うん、竹丸るみさんもうすごいリーゼンで殺してるからなお前らっつってマジなんかそれサッカーの話サッカーですそうなんやすごい不良ばっかりだほんまね、うん、あれ多分 YouTube で、うん、あの開会式流したら、うん、バズると思うんですよちょっと行ってみたいなチャンスさんの後輩たちを応援に行こうあのほんま、うん、ほんまバキバキの不良ばっかりだったんですごいなバキバキの不良6万とか出してきてんねん来てますよさあ続きましてこれ、はい、もうおいくつでしたっけ同い年やったっけ1個でだいぶ下そうですあれジュニアの下で嘘ほんまはいほんまにはいあの49歳嘘やんだから中学やってんのはい
そうなんですよ。いや、64でしょ。いや違いますよ、それはあのさっきの汚い定食屋の換気扇に似てるとか言われたことありますよ。ギットギットのやつね。はい、まあ、一般常識はもちろんやっぱりその年齢ですから、そういうのはそうやね、一般常識はもうしっかりしてると思いますので、はいはい、さあそれではいきましょう、はい、インターネットの、はい、www は何の略？ URL ですね、はい、www レクですね。なんかそんな略があるんですかね。あるみたいなんですよ。あ、だからあの世界にワールドワールドワールドってことです。おー、ワールドは合ってますよ。ヒント、ウィンター、ウィンター、え、そう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 、そういうこと。え、ワールドでこういうことだろ。そうそうそう、あー We are the world。 何言ってんの。ウィウィウィ、私たちは違う。え、わかるやろ。ワールドを言うたら比較的これは罪よ、使われる言葉ね。ワールドよって言うやんか、電気屋さんでテレビ。ワイド、はいはい、ワールドワイドワイド、ちっさいウェンツ。ワールドワイドウェンツ。まあイギリス行きとったからな。あ、ウェルカム、ウェルカム、ワールドワイドウェルカム。あ、まあ、うん、みんなな、まあ、みんな来てね。まあ、まあ、まあ、もっと短いです。もっと違う。ウェ、ワイ。童謡金太郎で、はい、金太郎は何を担ぎ何の動物にまたがっていましたか。いや、まあ、これすみません、ま、そんなに、いや、僕そんな簡単な、あ、せやな、さすがにな。あ、いや、もうこんな面白くないっすよ。これは簡単すぎた。これは簡単、まあまあ、言うてちょっと。あの、クマとオノ。いやいや、厳密に言うと間違ってるな。え、なんですか、クマとオノ。だって歌詞に出てきてるもん。せやん。名詞が。金太郎歌ってみ。いや、桃太郎は知ってるんですけど、金太郎って、あれ、歌出しました。金太郎歌出してるよ。金太郎って何でしょう。桃太郎さんとか、うん、あの、あれじゃないですか、うん、はい、金太郎あるよ、金太郎あるよ。タタ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 タですよ。あ、我は海の星だ、波の星。違う違う違う、全然違う違う。え、今そのリズムでしたよ。いや、似てるかもしらんけど。まさかりかついた金太郎。聞いたことないわ。ないっすね。ほんまに、あの、あんまりうちの両親はそっち行かんかったかもわかんないですね。なんやねん、うちの両親。でも、たまにこういう人おるよな。あの、堺で、愛しのエリー聞いたことない人とか。へぇ、愛しのエリーは、また、金太郎の方がマニアックというか。いやいや、マニアックじゃん。いやいやいや。あ、そうですか。だって、幼稚園とか、はい、なんかそんなの絶対歌うやろ。そやろ、49やろ、うん、え、あの、マネージャーさんいくつ？若いでしょ。28です。金太郎の歌知ってました？知ってます。ほら、甘やからや。天ヶ崎で僕あのどつき回さ、地元帰ってどつき回されろ。僕あのバイキンってあだ名だったんですよ、幼稚園の時。あの風呂入らなかったんですよ。その時も風呂も入ってないし、入ってなんか先生にハマってなかったんですよ。何やねん、幼稚園で先生にハマるって。子供って本能的に嫌な記憶って消すんやって。
トラウマとして残らないように、それが子供の防御本能やね。あ、もしかするとやで、はい、あのガタイも良かったから、お前金太郎のクマやれ言うて、うんうん、もしかしたらあのまたがれてたんかもしらん。そう、はいはい、レベルがあって勝負して消えて、その中に歌も一緒に持っていかれた、持っていかれた、持っていかれましたね、完全に。何やねんこれ。すいません、いいですよ、クイズ終わりました、はい、じゃあラスト、はい、言うてもお笑い芸人さんですから、はい、もちろんあのやったこともありますし、今後もやるであろう大喜利の方。ああ、そうなんですか。いや、なんかね、どこにやるんですか。いや、意外とでもそんななかなか面白いことはいつも出せなくて、なんかこう一日ぐらい欲しいなという。一日ぐらい欲しい。そんな、まあ、そんな大喜利番組見たことある。はい、そうなんですよ、あれ一日考えてきてください。一日欲しいなとか。第1問、はい、貯金額1000万円以上の人の見分け方を教えてください。めっちゃ難しいな。むずいな。そんなすぐ答えられんわ、こんな難しいの。正解を言ってしまいますよ。あ、いいですよ。あ、いいですよ。じゃあ言ってみないですね。それも正解よ。はい、いきますよ、はい、貯金額1000万円以上の人の見分け方を教えてください。やっぱこう願い生きてるんですよね。ただそれだけですよ。1000万円以上持ってる夢って、やっぱ生きてんの、目が死んでない。やっぱ1000万以下ってなんかちょっと不安っていうか、死んでんの。そう、死んでんの。お金ないわ。ちょっと1000万以上生きてる。そんな大喜利の答え聞いたことあるか。お前目が生きてるんすよ。それ面白いですよ。新しいジャンルかもしれん、うん、な、うん、表現する、なんかもうこねくり回してるもんな、はい、あの荻の上手い人は特にな、うん、いやもう今なんかいいわ。さあ次いきます、はい、このライオンネズミより弱かった、何をした。ネズミより弱かった、ネズミより弱い、弱かった。ピボン、あ、出ました、はい、いきますよ、じゃあ、はい、問題。このライオンネズミより弱かった、何をした。いや、こう生まれた時からですね、なんか外で生活しないんで、繊細なまま大きくなってもって、自分で狩りもしたこともネズミなんで、あれあんだけちっちゃいでも、やっぱりいろいろ下水管入ってきて、いろんなもの乗り越えてきましたから、ワイルドワイルドやな。体のデカさじゃないんですよ。違う。もうハートが違うんですよ、うん、生き様が違うんですよ、うん、ネズミがクッカ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 ッどこで育ってきた思ってんすよ。ライオンはこう来てるけど、お前はそんだけ牙があろうが、お前みたいなぬるいとこで育ってきたやつとは経験が違うんだ。食うてみは、こう中から腹食うやろ。お前もなんかおぎり番組見たことあんのか。見たことあんのか、おぎり番組。そう、見ろ。ポンとは答えれないじゃん。むずいな。むずいなじゃないのよ。お前見たことあるやろ、一本グランプリとか。いや、あんな完結で1行2行で、無理っすよ。そんな言いたいこと伝えれないっす、僕は。はいはい、違う、違うと。はい、分かりました。じゃあコンパクトに、はい、あ、頼むよ。お願いします。はい、もう2行、1行2行で。こんな人生は嫌だ、どんな人生。経験報告です。あの2017年までの2017年、まあ、僕の人生ですね。2017年までで、年ぐらいまで、テレビ何回出たんでしたっけ。あ、サンテレビとか入れていいですか。いや、サンテレビ入れていいですよ。サンテレビ入れんかったら3回ぐらいなんですけど、はい、サンテレビ入れて、サンテレビ入れたら7回入れても7回。はいはい、初めてや、こんな大喜利。サンテレビちょっとね、おまけでもっていく。はいはい、行きましょう。スパイダーマンと友達になる方法を教えてください。スパイダーマンと友達になる方法。ピボピボ、はい、行きますよ、はい、スパイダーマンと友達になる方法を教えてください。そこ、あの、ちょ、打ってこい言うてシュッって時にこう巻かれるじゃないですか、こうなんかこうなんかこう糸で引っ張り合って、糸でこうテンションを確認する。テンション糸のテンションを張ってる、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 ウッドベース、シュッ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 、僕の糸でウッドベースやってくれてる友達になるな。何やこの
はい、あなたは難しいですね、大喜利に向いておりません。難しい、はい、さあというわけで、はい、チャンス大城さんが、はい、どのような人物なのか、ある程度皆さん、分かったと思いますので、思っていただいて、はい、思うと思います。何にせよあのこの人は面白いです。面白いぞ、はい、というわけで皆さんも今後ともチャンス大城さんをよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さすが、さすがです、さすがです。はい、深い、深いな、深くて長いな。いや、ちょっともうちょっと短くバーンと出したかった。あ、できへんって。できへん、絶対できへん。チャンスそんなできへん。